朝までこうしてればいいじゃん。 さっきの計画のことを説明しなくていいかな明日で大丈夫だろ今からみんなを召集するとさすがに迷惑かもしれないからなそっかそうだよね私ってばまたよく考えもしないですぐガーって言っちゃったいや今そういうテンション感じゃないから <laughs> 落ちるタイミングちゃうねあはその度にこうやって引き戻せばいいだけだうんずっとそばにいてくれんだもんね大吊りしながら髪の毛を優しく撫でるふわふわと柔らかくてほんと子供みたいな髪の毛だ後ろからすっぽり収まるように抱きしめられる小ささといい太鼓の抱き心地 あ、これ、主人公のロリコン育成計画だったんだ、プライマル発って。<laughs> 当初は10年後にまたプロポーズしてくれよ、みたいなことを言ってたくせに。お、今プロポーズしてほしい感マシマシだもんな。剣道のみんなと月下にもちゃんとプレゼンして、全校生徒に提案するのは、その後だな。それと並行して、信用回復のために、錦鯉とかも頑張って。 くい,くと思うよいや、いまだ見えない不透明な計画書だけど、どんな感じで動くんだろうね、春日ルート。なんかもうあと1動画分ぐらいの試着しかないのかなと思ってたけど、もしかしてまだ5動画分ぐらいのシナリオが用意されている。なんて言ったって2人の共同作業だもんな。<laughs> ああ、こんなことなら、天道館に入ってればよかった。そしたら思いっきり、春日を手伝えるのに。あ、ついに主人公からこんな言葉をね <laughs>。ゆずきルートでそういうのちらっと見たけど、なんだか懐かしい気持ちになるな。うんうん。カズマくんはもう、十分にやってくれたよ。ここからは私の役目。問題を提起したのも私だし、天道会会長としての責任もあるし、だから、私が頑張るかっこつかないけど可愛いな <laughs>。この一枚絵も相まって、生徒会長としての春日というよりかは、彼女としての春日として見れてしまうな。おう、頑張れ。 だから応援ししてるよのチューン欲しいなやっぱかっこつかねえんだよな <laughs> まあ甘えん坊彼女の可愛いところ見せられてるからいいんだけどさそんなのでいいんならいくらでもしてやる大好き頑張れよチュキスー <laughs> お前はいいんだよリップをしなくてうん頑張るこうして俺とハルヒは抱き合いながらいつまでもキスをしていた 結局あの後、春日とだけ会いながら寝て、いよいよ出陣となった。さあ、ついに、春日ル最終日って感じかな、これは。いや、ドキドキワクワクだね。遅くまでイチャイチャしてたせいか。さすがの春日も少々眠そうである。お前今日頑張るんちゃうの <laughs> 万全の準備して書かれや。大丈夫かもちろん。昨晩はいっぱい勇気と元気をもらったもん。今はやるぞって気持ちでいっぱい。絶対来るな。<laughs> さっきまで眠そうだったんじゃないか <laughs>。<laughs> それでこそだ。頑張るから。 家からずっと繋いできた手をキュッと引き込むようにしてはるひが背伸びして耳打ち私が頑んれたらまたいっぱい可愛がってねそんなん誰が言わんでもわかるわプライマルハートのルート最終回ってなったらセックスで終わりなんだから <laughs> システム側で約束されてるから大丈夫よ今そんな約束ごと取り付けなくてもおおななんて可愛いんだ俺の可愛がり方はすごいぞうん次は一晩中エッチしよう <laughs> 触った触った <laughs> 微笑みかけられれててて熱くなったた方ををを描く春日も同じように髪ししし照隠いたここまでかな私とカズマくんがベタベタしてるのを見られたら、また変な噂が立っちゃって、迷惑をかけるから。迷惑なわけないが、さすがに今日は自重しようか。うん、全部が解決したら、思いっきりイチャイチャしようね。お前選挙のことほんのに考えてる <laughs> もう勝った気でいるけど、そんなに自信満々な計画書なのかな <laughs> うもう学園中の奴らが口から砂吐くほど甘々なところを見せつけてやるぜ。<laughs> それじゃあ行くね。また放課後。うん、迷いのない、しっかりした足取りだ。きっと大丈夫だ。二人で考えたんだし、あれだけ綿密に打ち合わせもしたんだ。きっとうまくいくさ。おはよう 今朝は早いねさあ、ルートの終わり、元いクラマラツの終わりということで、一人一人とエンカウントして挨拶していく感じかな <laughs>。お <laughs> おう、駒形ちょうどよかった。今日の方課後って、月下で活動あるかうん、今やってる選挙の対策会議とかあるけど。それなら、クラガノさんへ5名にも伝えといてくれ。後で行くって。いいけど、どんな要件それはその時のお楽しみってことで、楽しめる内容だといいけどね <laughs>。事情を知ってるセイラと副会長は何か仕掛けてくるんじゃないかと、身構えそうな気がするけど、ここまで来るだけで忘れかけていた、陰鬱な気分が鎌首をも

お前は過去のヒロインなんだ <laughs>。一番最初の女には慣れたけど、最後の女には慣れなかったな。今頃、この敵意や反感に直接さらされているあいつのことを考えると、胸が張り裂くそうだった。でも約束したんだ。頑張って誤解も解いて、そして問題も解決しようって。だから俺は、春日を信じるだけだ。でも励ましのメールくらいは、信じてるんだから、そんなのは必要ないか。あ、でもこういう時って、メールとかあると救われた気分になるし。とか <laughs> まあでも、彼氏が送ってくれたメールだったら、何でも救われる気分になるのかないやいや、俺の不安が伝わるような行為はしちゃダメだ。 水を刺すことになっちゃうしああでもでも何気ないメールならいいのか頭を抱えて唸ってるけどやっぱりな何おっしゃってるんですかねもう全然信じてるめっちゃ信じてるから <laughs> それなら、ちょっと落ち着こうよ。いや、心が張り裂きそうだ。<laughs> もうお前は幸せなルート、描いてもらったんだから、それで我慢しなさいよ。なんからその絵が、ぐさッと刺さるわ。自分の感情とは、こうも制御できないものなのかと思いつつ、携帯電話と、にらめっこをしていた。剣道のみんなに、昨日の計画を話して、納得してもらった。これで放課後、月下に行って、プレゼンを行うした準備が整ったわけだが、今は昼休み。錦かかさあ、この完全アウェイ状況でも、変わらず選挙の議題について、 語ってるけど、みんなの反応はどうなんだろうね。選挙戦をしっかりやって、信用を取り戻すという約束通り。今日も春日は中庭で声を張り上げている。何あれ、なかったことにしようとしてんの。<laughs> 思った以上に平気で集まりすぎてんな。さすがにそれでごまかされてはやれねえよな。ひょっとして俺らバカだと思われてんじゃね？聞いている人もまばらだし、その聞いている人たちも一様に険しい眼差しだ。演説の途中にもかかわらず、すす話をしたり、中にはすすら笑っている人までいた。きっ ついな、おい。これじゃ完全に晒し者じゃねえか。晒し者じゃねえかって言っておきながら、あんまりフォローには入ってあげないっていうね。<laughs> なんでお前らも第三者目線で見てんのそうは言っても、ビッチさんが代わりに壇上に立つことはできないんだし、今は耐えるしかないよ。あるちゃん。あ、入りたいけど入れないっていう感じね。はい、放課後になってくんないと、うち戦会回続いたままなんですけど。んで、縦ばき、おめえと姫が昨日相談して決めたって案は分かったけど、ついでに、これもどうにかなんなかったのかこれが主人公の狙いだったりはするのかなあえて ヘイトを向けさせるみたいな生徒たちの信用は俺ではどうすることもできないよでも二大生徒会制度の問題点今回の根本は解決しただろとにかくその話は放課後月下に行ってからしましょう今は信用を取り戻そうと頑張っているハルヒちゃんを見守るのが先決よ必死で言ってるけど無駄だよね今さら何って感じだし二大生徒会制度への見解については説明しないのかなあの人あやっぱみんなとしても二大生徒会制度の方が西記号よりも大事って感じなんだねそしたら根本的な解決はできているっていう主人公の 言葉は結構心強いかもしれないな。あの人という言い方に奥歯をギリッと噛み締める。ここで俺が反論したりあいつの気持ちを代弁するのはどう考えたって違う。分かっているのにほんと感情ってやつはこうも制御できないものなんだな。我々はすでに仕入れ先の確保をすべており。ある日はちゃんと天道会の会長らしく胸を張って演説を続けていた。だから俺も唇を噛み締めながら精一杯その様子を見届ける。その後5分ほどで演説を煽り。拍手が一つもない中あいつは深かかと頭を下げた。未だ勝てないほどに盛り上がんなかった選挙の演説だったね。<laughs> 体験版終了間際の初ツネミックコスプレでの演奏はあんなに盛り上がっていたのに <laughs>。<laughs> よし、放課後。さあ、こっからは、この春日ルートの終着点ともなるビッグイベントの到来だね。いや、やっと放課後来たって感じだわ。こんなに時間の流れを遅く感じたのは初めてかもしれない。たまりに溜まった鬱憤を全開放すべく、バンと、机を叩いて立ち上がる。ビーさん、水乗り、月間に5だ。5! 目が血走しっちゃってるんですけどほら、行くぞもう姫も来てるかもしれねえ。分かってるけど、拙者そんなに早くは走れないからねやっぱお前、第三勢力狙いだろ。<laughs> なんでしきりにそういうところで手を抜くじゃあ、あ担いでってやるよ。 ひょいって持ち上げたよせ者しの巨漢を軽々と持ち上げてるんですけどいらんいらんこんなシーン <laughs> お前が早う走ればいい話で済む話よなんでこんな盛り上がるポイントにしようとしてんだよ天道会全員が厳しい顔つきでその建物を見上げる準備はいいかえ資料もちゃんと人数分作ってきたわゆずキッチンに今から行くってメールしといたっすそれじゃあ結果会に乗り込むぞなんか殴り込みに行きそうなぐらいの勢いじゃないか <laughs> 本当に乗り込むだけで済むのかお前らおー やっぱ流れ込みに行ってるよね <laughs>。ちゃんとした説得をしなきゃいけないだよ <laughs>。 待ってたよ。来るって聞いてたけど、水分とすごい感じだったね。バーンって登場だったし。めっちゃ久々のメイなんだけど。<laughs> もはや、俺の編集でシロップを乗せる時のメイという文言を打つと、カフェスラの方のメイが出るぐらい、フラマラ発のメイが久々の登場だわ。すみません。ノックもせず、つい勢いで。いやー、そんなに私に会いたかったのもう、ダーリンってばーンちょっと先外してくれません <laughs> そういうテンション感じゃないんですよ、今は。誰がダーリンだこの待て待て、今はそっちじゃない。その話は後だ。<laughs> Hahaha <laughs> これ、ンの策略だったりすんの <laughs> だとしたら恐ろしいよ、この人。ところで、盾脇さんは、どういった立場でここに来たんでしょうか俺は部外者。切ききったまあ、部外者だけど一応、今回の発案者ということで、今からの話し合いに参加させてもらうよ。この発案者というワードを聞いて、主人公の功績をしている月下館役員たちの顔つきが変わりそうだね。言いつつ、春日の背中をポンと押してやる。今回、月下に時間をもらったのは、二大生徒会制度について、話したいことがあったからだ。辞任するという話ではないのだな。そうだな。二 未来生徒会制度の問題点とその解決法について提案をしに来た少し前の春日だったら今の五名の物言いにすぐに熱くなって我を忘れていたに違いないそんなにケンかっ早くもなかったけどね <laughs> まあそんぐらいの成長をしたよっていうのをここで教えてくれてるのかな生さしい相手ではなくなったことを短いやりとりで直感したご様子の五名が立ったたずまいをたすうんではよろしいでしょうか会長ええ天神平さんの意見を聞きましょうきちんとクラノンさんを立ててこちらにも礼を書くことがない五名も随分と変わったものだまあお前が変えさせたと言って も過言ではないけどねある意味知らないうちに副会長ルートが始まりそして終わったんだよ私から提案したいのは二大生徒会制度の抜本的改革だちょっと抜本的とかいう難しい単語使わないでいただきたい <laughs> どういう意味それ変わってないえ、じゃあ二大生徒会制度はそのまま継続ってことあ、プラマラハーツ2発売するってこと <laughs> ま、あ下もしてるけど。ののメンバー全員のツッコミが入ったいや、変わっている前の暗鐘の言葉はまさしく聖国を言っていた。生徒を守るために生徒を檻に入れてどうするというのはまさにその通りだ。二大生徒会制度の問題点は全員が知っての通り誘致の際にすぐに動けないということに尽きる。聞いている受け手が納得できるような話し方。そして何よりもこのプライマラハーツ限界の 2行ゴリゴリに詰め込んだ説得方法だもんねフ <laughs> ラマーハーツでこんなに文字がつられ慣れたことはないよっていうぐらいパンパンに詰め込んだもんなこいつ全員が知っての通りと自分の意見を押し通すだけじゃなく相手の顔を立てつつうまく本題へと繋げていく結論も見ないうちからこれなら大丈夫だなって安心する天神だら春日は一回りも二回りも大きく成長したのだ <laughs> 内面がで、ね、内面が勝ったねすごくだからそのまま2大生徒会制度はずー あ、そうだね。現状維持の月下界としては、お前らパクンじゃねえよって感じだよな。それこそが改革の内容で月下界との差別化を図るって感じだかな。そのままで増やす増やす <laughs> 二台どころの話ではなくなるってこと第三勢力、第四勢力を作り出すってこと増やす第三者機関、新組織を作る。ほー、なるほどね。ちょっとプライバルハーツとやりたくなってきちゃったな。ふふふふふ。 <laughs> 前のように、選挙をしなければ動けないような事態になった時、そこの権限で、生徒の早引けやガードマンの数を増やすなどができる。その他にも、生徒会館のトラブルの接中や、運営の監視などもできる機関だ。それは、風委員とは違うのてか、付近ないのあの島学園には。なるほど。第三者の立場ってことで、選挙なしでも動けるようにするんだ。それなら確かに動けますが、でもそれだと。うむその新組織の権限が大きすぎる。そこでその新機関は、あくまで双方の生徒会が要請をした時のみ動け というううのはどうだろうかなるほどね。今までは選挙ありきでの話だったけど、そういう有事の時だけに限り、選挙をすっ飛ばして、生徒会の要請があった時だけってことか。生生徒徒たちからら信任を受けている生徒会の要望で動くというならそのの権限の行使に裏付けけもできるわけかそして、その第三者機関の役員も、選挙で決める。それが生徒指導の、この学園のルールだ。悪くないですね。いえ、むしろこれなら、ほとんどの問題が解決する。あ、コロッていくね。<laughs> なんかもうちょっと反論の余地とか った新組織が権限をを行使すすするたびにその是非を問う形で選挙をすれば汚職なども防げまさすが、倉野さん。もうすでに、そっちの方にまで目を向けていたか。まあ、ある意味、これは、天道会が、というか、ある日の提案が、もう月下界の中で、ストンと落とし込まれたって見受けられることができるね。この様子で言うと、今回は天道会の圧勝になりそうだな。まあ、生徒がどういう風に感じるかわかんないけど、二大生徒会には、その上がないからな。学園長ですら、生徒たちの決定を覆すことはできない。これはある意味で大問題なんだ。お互いが平等に権利を、というのは、あくまでクリーンな場合に限る。今はたまたま 月下も天童もその役員たちができた人間だからいいけどそうですね袖の下で議題の内容を決めようが特定組織に肩入れしようが現在は思いのままです本来はそこをお互いの生徒会で監視するのが抑止力になるはずですが球団も選挙を通じてしかできませんいやみんな人間性がちゃんとしてるから全然こういう問題がなかったのか当たり前のように感じていたけど現実世界でやったらシステム崩壊するレベルだったよな <laughs> 過去に何度もそういうことを経験しているはずなのに先人たちはそこにメスを入れなかった伝 伝統を守るのが月下の役目だが不正の温床に目をつぶったまま誇り高き伝統などとのだまっていたことを恥と知るべきだ <laughs> お前絶対被害者だったじゃん過去に <laughs> <laughs> セイラの一個上の台まではすっごいクズばっかりだったいうのを共通ルートの伊月とのトークの中で知らされたことがあったからね。なんだよ、お食はあったのかよ <laughs>。たまたまこの台だけが人間性ちゃんとできていただけかい。でもさ、監視する第三者機関を置けばいいだけだったのに、どうして今までそういう話が出なかったんだろう。単純に、ただ単純に、今までは両生と会の役員たちができた人間じゃなかったから <laughs>。 まさやね <laughs>。ここまで綺麗な人間性を持った人間はいないんだよな。現実世界は愚か、このプラマルハーツの中でも、自らの権利を抑制するための機関を置く決意と覚悟はなかったというだけ。私はこの提案に賛成です。私たちの代だけでなく、この先も見据えた今後起こりうる問題を解決できるお話ですから。この様子で言うとプラマルハーツ2は生徒会役員2人ずつの攻略ヒロイン用意って感じよりかは、その第三勢力の攻略ヒロインも用意される感じなのかな。プライマルハーツ